奥村はじめの作品ではこれまでにピアノのためのカプリッチオとそれから即興舞曲と2曲ご紹介してきましたけれども、今日はそれらともまた全然違った作風の作品です。花に寄せる3つの前奏曲ということで、まあ、3曲からなる前奏曲集なんですが、それぞれにお花の名前がタイトルについているんですね。アネモネ、ヒアシンス、チューリップと。で、まあ、花のことについては私は全然詳しくないので何も解説することはできないんですけれども、ただまあ普通に考えると花っていうとなんかこうね、あ、綺麗だなとか、なんかメルヘンみたいな、そういうような曲なのかと思いきや、そういうわけではないんですね。むしろどちらかというとちょっとこう、背後にある不気味さとか、あるいはなんか毒々しさみたいなものを描いているような感じがしまして、確かにこのね、綺麗な花には毒があるものも多いみたいですよね。Thank you.
これらの3曲もすべてこうね、4拍子とか2拍子とか伝統的な西洋音楽の表紙で書かれてはいるんですが、例えばそのカプリチオの時のような、マーチみたいにどんどんね、こう、パルスでもって前進していくっていうタイプの音楽ではないですよね。むしろその一瞬一瞬の響きの、なんかこう、奇妙な感じみたいなのをこう、聞きながら、ちょっとずつこう、展開していくというような音楽でありまして、まあこれ何に似てるかってなかなかね、ドビュッシー風でもないし、他の音楽にはなかなかないね、個性的な作風というかスタイルだなというふうに思いましたけれども、特にお花好きの皆さんはどう思われましたでしょうかね。私はですね、特にこの3曲目のチューリップに関しては、これ、ハバネラのリズムじゃないかなと、やららん。パンパンパン、やららん、パンパンパンって、この、で、それはつまりこう、なんか、異性を何か誘惑するようなね、怖く的な表情みたいなものをその花からね、感じ取ったんじゃないかなというふうに思ったんですけれども、まあ違うかもしれません。